それからの一年は、とっても長かったような気もするし、とっても短かったような気もする。私の中で、あんなにもキラキラと輝いていた秋葉原も、最近はなんだか、色褪せたように感じるんだ。まゆりちゃん、あれ、ルカ君どうしたの？何かマユシーに用事だったかな？そういうわけじゃないんだけど、あの、今日僕傘を忘れちゃって。そうなの？傘に入れていってあげたいところなんだけど。でもマユシーは秋葉原には寄らないのです。あ、そっか。今日も神田まで歩くの？電気代って神田だよね。うん。あ、じゃあこうしよう。お茶の水の駅まで送ってあげる。あ、その先は、どうしよう。そこまで行ければ大丈夫。家に電話して秋葉原駅に迎えに来てもらうから。でも、まゆりちゃんは迷惑じゃない？そんなことないよ。大歓迎だよ。よかった。じゃあ、お言葉に甘えることにするね。はい、どうぞ。ルカ君と相合傘だ。なんだか、照れちゃうな。ねえ、ルカ君は短冊に願い事書いた？あ、今日って七夕だもんね。短冊か。願い事を書いていたのは小学生の頃までだな。マユシーは毎年書いてるよ。笹の葉もね、ちゃんと買ってくるんだ。本格的なんだね。うん。それで夜になったら天の川を見るの。織姫様と彦星様の伝説だよね。でも今日のこの天気だと。今年は織姫様と彦星様は会えないかもしれないね。織姫様はね、ベガっていう星のことなんだけど、白くて明るくてとっても綺麗なの。海外だとね、空のアークライトって呼ばれてるんだ。さすがまゆりちゃん、お星様博士だね。それほどでも。でも、アークライトってどういう意味なの？え？詳しくはわかんないけど、白くて綺麗なライトだよ、きっと。そうなんだ。それで、短冊にはどんな願い事を？子供の頃からね、ずっと同じ願い事を書いてるんだ。きっと叶うことのない願い事。え？織姫様になれますようにって。まゆりちゃん。へへへ、マユシーはロマンティストの中二病なのです。ねえ、まゆりちゃん。え？なに？きっと、なれるよ。岡部さんの織姫様に。やだな。マユシーは一言も相手がオカリンだなんて言ってないよ。僕だって一年前に岡部さんに何かがあったことぐらいわかるよ。それ以来ずっと心配で、僕なりに岡部さんのことを見てきた。岡部さんのそばにいたまゆりちゃんのことも。それでわかったんだ、まゆりちゃんがどんなに岡部さんのことを思っているか。弱音一つ吐かずに岡部さんを支えているまゆりちゃんを見てね、すごいなって思ったよ。岡部さん、とっても明るくなった。一年前とは別人だと思えるぐらい。それは間違いなくまゆりちゃんのおかげだから。
だから、まゆりちゃんなら絶対に、織姫様になれるよ。違うよ、ルカ君。え？オカリンの心の中にいるのは、マユジーじゃないの。夜空に浮かぶ星みたいに、どれだけ手を伸ばしても、届かない人。それって、どういう…オカリンにとっての織姫様は、もう二度と、輝くことはないんだ。